おはようございます。道の駅湖畔公園前に来てます。さっき車で通ってきたら水仙がだいぶ咲いてましたね。あそこ遠くに見えるんですけどね。今日はお昼から雨が降るそうなんで、その前にちょっとこの道の駅湖畔公園の周りを走ろうと思ってます。で、もともとね、後輩ですね。今は別の職場になったんですけど、山を教えて、その山をね、やり出して、しっかりやってくれてて、嬉しいんですけどね。最近はね、自転車にも乗るんで、マラソンとかね、やる彼なんで、今日はね、一緒に自転車走りたいと思います。で、その前に、手軽にね、できるカスタマイズっていうことで、ちょっとね、ステムを下げてみて、今日は乗ってみようかなって思ってます。初めてですね。買って3年ぐらいになるんですけど、全然ポジション変えてなかったんで、お金をかけずにね、なんかできるかなと思って。で、一つはね、頭の位置を下げることで、巡航速度上がるかなって思って、ちょっとステムを下げてみようかなって思ってます。だいぶね、体感とかもついてきたんで、この自転車を買った時よりは、低くしても耐えられるかなっていうふうに考えてます。どうしても片手でムービー回してるせいで、作業がちょっと取れないんですけど、まずね、上の、このキャップのところから外して、こっち緩めて、今、ちょっと入れ替えました。まだね、固定されてないんで、これからちょっと固定します。はい、さて、ステム下げました。2センチぐらい下がったと思います。これで出発します。はい、揃ったので、二人で行ってきます。はい、改めまして、道の駅湖畔公園休憩所スタートします。はい、すごい、2周してきました。なんかもう必死に練習しすぎて動画回す暇なかったですけど、だいぶ燃え尽きた感じ。いやー、いい練習になりました。今日ね、心拍計忘れちゃったんですけど、180ぐらいまでは多分上がってたとは思います。はい、お疲れ様でした。はい、スゴーの前に来てます。ここを2周しました。ここってその外の道ですけどね。今日もここです。梅よく来ちゃったよ。梅がすごい綺麗だったので止まってムービー回しました。こんなのどかなとこですけどね。動いてるところも撮りたいけどね。すごい梅の香りがするんですよね。はい、エコーラインの入り口、鳥居の前に来ました。今日はこっちに行かずにね、青根温泉の方に行きたいと思います。あともう一登り。はい、道の駅湖畔公園に戻ってきました。ステムね、下げたのすごい良かったです。2センチですけどね、そんなになんて言うんでしょうね、問題なく、行ってきました。75キロぐらいかな。3時間ぐらい乗ってきました。
ほぼね、山道でしたけど、楽しいサイクリングができました。雨降る前にね、帰ってこれましたし、さっきね、ちょっとラーメン屋に寄ってラーメン食べちゃいました。久しぶりですね。私年に3杯ぐらいしかラーメン食べないんですけど、そのうちの1杯食べてきました。花もね、咲いてたし、梅がね、ちょうど良かったです。あそこに、遠くに、水仙が咲いてますけどね。いや、本当に春を満喫した、仲間にも恵まれて、楽しいツーリングでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。